する作戦は順調に進んだ。しかし包囲する妖魔軍は未だ多く、現馬長らはさらに妖魔軍の注意を引きつけるべく小田原城に接近。そこで彼らが目にしたのは、妖術によりクムスト化した者たちと追い詰められた人間の一団だった。そしてご中心、この先でお猿同士が争っております。大きいお猿には伊達の鉄砲隊に武田の騎馬隊、顔色の悪いおじさんと美人に美少年までついている様子。小さいお猿は危機的状況です。わかるようなわからないような方でも武田の騎馬隊か。君は雪村殿と戦うこと、お仕事っすから。武田騎馬隊に加え伊達の鉄砲隊か。両の戦いよりも手強い相手だ。敵が手強いなら味方を増やせばいい。若、まずは豊臣軍と合流しようよ。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。操られた連中、なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思えんわ。ふんばる清盛様の敵は全て倒す。操れ、こりゃまずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。これぐらいにしといてやる。敵将打ち取っちゃったよ。うん、いい戦ぶりだ。清盛様のために死ぬ気で。おっとやべ、戻れ戻れ。打ち取っちゃったよ。ここで聞かせろ。せいぜいあがくがいい。どうしてそんなにかっこいいんだか。おっと、そこは通行止めだぜ。どっから来たお前ら。で、まあいいか、歓迎してやるよ。これぐらいにしといて。打ち取っちゃったよ。すごい。
出しとるようでな。操られとる奴らが人間離れして強い。じゃね、まずは毒を倒したい。手伝ってもらえると助かる。毒の奴を何とかせにゃ、術は解けんか。雪村様はまだ術で操られているはず。何とかして助けないと。俺と遊びたいのか。いいぜ、そらよ。やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。よし、悟空は追っ払ったな。これで術が解けりゃええが。弾けない。このゴー必ず報じましょうぞ。うん、見事や。いい戦ぶりだ。芝生殿の指示により呪春から参った。いざ共に戦わん。すでに呪春の奪還はなったか。我らも力戦せねばな。今じゃ鉄砲隊打ちかけ。僕は忍びの出番でしょう。おぞましいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。切られるのもなし。そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。雪村さん、君だって術が解けたんだ。雪村殿もきっと助けられる。なんとかなる。いや、してみせるよ。私は素晴らしい金庫活躍。ここは私は一体何を。そなたには本当に心配をかけたようだな。お見事です。
られていた間は体調がとても良く、とはいえ体験は二度とごめん被りたい。燃え尽きるまでかぬ。オロチの手が世界を包んでおる。近く奴はより大きくなって帰ってこよう。わしは清盛と共にオロチを待つ。見ておれ。さあ、それぞ喧嘩奉行の名さばき。妖術に操られていたとは。己の未熟を。私も心の健康まで損なってしまう。今こうして術より解放いただきました。これよりは皆様と共に参ります。蓮子殿の術は解けていない。だがそんならわしらも一緒に行くか。みんなで集まりゃいい方法が見予想以上に良い結果が出たな。さすが。やるね。十旬と長篠を取ったようだな。これでようやく小田原城を救援で。しかし城主北条氏康殿は幼者出現時わしらが行くまで持ってくれるかどうか。郊外殿、心配は無用だ。あの城は熊姫。ほほう、王将の姫君とはうちの